昨年に続きこのような機会をいただけて大変嬉しく思います。今回の会場であるフェニーチェ堺で演奏するのは初めてなので、今からとっても楽しみにしています。今回演奏する道化師の朝の歌はスペイン風の独特なリズムやメロディーが特徴で、スペインの太陽に照らされた乾いた空気や街のざわめきが感じられる一曲です。高速な動音連打や2本の指で鍵盤の上を滑らせて演奏する二重のグリッサンドなど、様々なテクニックが盛り込まれており、目でも耳でもお楽しみいただけましたら幸いです。ご来場の皆様にも、配信でお聴きいただいている皆様にも楽しんでいただけるよう、精一杯心を込めて演奏したいと思います。よろしくお願いします。